ラシマニアックです。今日の1日1回お笑い動画はネプチューンさんについてお話しさせていただきたいと思います。ネプチューンさんはもともと原田泰造さんと堀内健さんが組んでる、フローレンスで、名倉潤さんが組んでた、潤滑というコンビがいらっしゃって、で、同じ渡辺プロダクションの先輩後輩だったんですね。潤滑さんが先輩、フローレンスさんが後輩で、フローレンスさんはお互い、泰造さんと堀内健さんボケ同士のコンビだった。なのでツッコミを入れたいということになって、先輩芸人の名倉潤さんに声をかけて、でフローレンスに合流する形でネプチューンさんになったっていうことなんですけれども、でもこれあのネプチューンさん結成の経緯っていくつかちょっと僕疑問に思うことがありまして、あのテレビ番組とかであのネプチューンさんの結成の経緯をこう再現 VTR にしたのとか見ると、潤滑さんはまだこう活動されてる時に、ホリケンさんと泰造さんが名倉さんに声をかけて、で名倉さんはちょうど潤滑の相方の渡辺さんが、やる気が最近ないからちょうどいいタイミングで2人が寄ってきたということで、思い切って潤滑を解散させてフローレンスに合流したっていう、パターンとですね、もうすでにホリケンさんと泰造さんが名倉さんに声をかけた時は、潤滑さんも解散してて、名倉さんピンで活動してたっていう、このね、あの2説あるんですよ。これどっちが事実なのかなっていう疑問があったのと、ネプチューンさんってずっと渡辺プロダクション、まあ、今も、名前が変わって渡辺エンターテインメントなんですけど、ずっとそちらで活動してるかと思いきや、ネプチューン結成時は太田プロ所属っていう話があるんですね。で諸説あるんですけど、潤滑さんは渡辺プロダクションから太田プロに移籍をしていて、でネプチューンを組んだ時も名倉さんは太田プロで、で、太田プロと渡辺プロダクションのこう事務所混合ユニットだったネプチューンは最初っていう話もあるんですよね。あのわらふじなるおさんみたいな前の、ね、グレープカンパニーのサンミュージック別々の事務所で活動してたじゃないですか。だからネプチューンさんも、名倉さんが太田プロで、ホリケンさんと泰造さんが渡辺プロダクションっていうね、なんかそういう話もあるんですけど、でもこれがね、あのはっきりわからないんですよ。でいつか共演できたらあのご本人にお聞きしたいなって思ってるんですけども、はい、ネプチューンさんの名前の経緯なんですけども、まあ、あの筋肉マンのネプチューンマンから取ったっていう話なんですけれども、あとですね、最初はフローレンス Z だったんですよ、ね、フローレンスに Z つけて、ね、あの急遽、ね、あの結成されて4日後ぐらいに、ね、あの東京ギャグコレクションというライブにも出ることになってたんで、あのね、フローレンスとして出るところをね、あのチラシ全部ね、あのスタッフで ZZZ ってね、あの付け加えたらしいですね。この結成してすぐ舞台立つって、ね、東京033みたいですね、うん、東京033も結成して4日後にもオンエアバトルの収録がありましたからね、まあ、ネプチューンさんファンの中では有名なんですけども、もともとね、あの名前の候補としてゲリマンダーっていうのもあったらしいですね。はい、まあね、これゲリマンダーっていうタイトルでネプチューンさんの単独の VHS にもなったりもしてるんですけど、でもね他にも候補あって、やっぱり犬が好きプラザ、あとタイヤくんとハンドルくんっていう候補もあったらしいですね。タイヤくんとハンドルくんっていう、なんかあのクリームシチューさんが最初にこうつけられそうになったコント、シャンプーとリンスみたいですよね。で、あと僕あの名倉さんの好きなエピソードが1個ありまして、テイク2の東さんが言ってたんですけど、東さんが名倉さんの家に遊びに行った時に、ちょっと東シャワー浴びてくるわって言って、あの名倉さんシャワー浴びに行ったんですよ。でこうシャワーこう出てきたらこう、ね、あの体拭きながらね、東俺そろそろ売れるわって言ったらしいですね。あとですね、僕昔あの名倉さんの、私物のブレスレットが、当たったことあるんですよ。 こちらなんですけども、はい、こちらですね、お笑い私生活図鑑っていう、1998年頃に、ね、出版された本で、あのボキャブラ芸人さんがこうアイドル扱いされていた頃の、本なんですけど、こちらの当選品でですね、ね、ここ、ね、名倉さんのこう、ね、ブレスレット、ね、ちょっとあの拡大するとこれなんですけど、ね、あ、ちょっと分かりづらいな、ね、これ、ね、名倉さんがしてるブレスレット、これですよ。これね、当たってますからね、ほら当たったんですね。すごいでしょ、ね、
これをつけてね、ぜひじっくり聞いたろ出たいと思います。はい、今日はネプチューンさんの話でした。ありがとうございました。